私はただし43歳望月家の父だ。私には悩みがある。それは我が子が可愛すぎていろんな髪型にしてほしくなるということだ。あんあんください。はい、650円です。はい、ありがとうございました。最近はこういう髪型が流行っているのか。これあかりに似合いそうだな。いや、リンはこっちかな。この髪型ははるかだな。うん、よし。ただいま。おかえり。はるか、ポニーテールだと。あの毛先が小型の馬の尻尾のように垂れていることからその名がついたテールポニー。髪を留めるものさえあれば短時間かつ簡単にセットできる髪型だが、コスパは抜群。可愛すぎる、可愛すぎるぞ。ん、どうしたの？ああ、お父さん女性向けのファッション誌を間違えて買ってきたんだ。みんなで見ないか？また間違えて買ってきたの？これで45冊目だよね。いいけど。おーい、リン、あかり、お父さんが降臨したぞ。うるせえな。なんだよジジイ、騒がしいぞ。はっ、美少女だけがすることを許された髪型、ツインテール、まさに最強の矛だ。リン、おはよう。おはようって、もう14時だろ。で、何か用かジジイ？ああ、お父さん女性ファッション誌を間違えて買ってきたんだ。みんなで読もう。私も読みたい。仲間外れにしないでよ。あの髪型はお団子ヘア。17世紀初頭にはすでにこの髪型は存在しており、ファッション性より動きやすさを重視した髪型としてバレリーナや体操選手などがこの髪型をしていた。いつしかその可愛らしさが認知され現代に至る。可愛すぎる、可愛すぎるぞ。触りたい、ポンポンしたい。しかし私は父、いかなることがあっても父が娘の頭をポンポンすることなど許されない。神よ、なぜ私を父にしたのだ。くそ。ねえねえ、早く見ようよ。ああ、すまんすまん、早速みんなでファッション誌を見よう。やった。どうせならファミ通買ってこいよ。へえ、今ってこういう髪型が流行ってるんだ。何このチェックマーク。いや、はるかに似合うかなと思って。そうなんだ。うん、この髪型はるかやってみないか。え、なんで？だってその人間には行動するものと行動しないものの2種類しかいないんだよ。確かに今髪型を変える意味ってもしかしたらないのかもしれない。でも一歩だけ前に進んでみることで気づくことってあるよね。もっと早くこの髪型にしとけばよかったとかさ。あー、うん、そういうのが後々人生の財産になるんじゃないかな。確かに。すごいよお父さん。いや、どう考えても洗脳だろ。じゃあ一歩踏み出してみようか。うん、わかった。あった。じゃあちょっとアイロンかけてくるね。ああ。あかりはこれどうだろう。リンはこれ似合うと思うんだ。やってみる。仕方のないやつだな。どうかな。うわ、ゆるふわロング、王道にして頂点。丸みを帯びていてふわっとしている髪、それでいてしなやかで強く美しい。まさに女性、欠点がない。似合うよ。ありがとう。どうかなお父さん。お、ショートヘア、正式にはショートボブ。毛量が減ることで可愛さのごまかしが効かなくなる反面、軽さが出てより活発で若い感じが出る。はあ、可愛くなければできない、まさにモロ刃の剣。あかりの髪色、笑顔とマッチしすぎている。添い寝がしたい。え、ああ、いや、似合ってるよ。できたぞ。これが流行っているのか。ん、サイドテール。主に10から20代をはじめとした若年層が体育祭などでよくするあの幻の髪型ではないか。この年でお目にかかれるとは思わなかった。かわいい、テールの部分を握りたい。なんでアシンメトリーなんだよ。意味わかんない髪型だな。いや、それがいいんだよ。それが。ん、電話か。はい、望月ですが。あー、ケンジなのですが、望月あかりさんの自宅ですか？違います。今日の授業は終わり。また来てね。